アンナ・シェミシリトカは、シロンスク・ブロツワフ公、ヘンリク2世の日。ボヘミア王をたかる1世の次女で、母は、ハンガリー王ベーラ3世の娘コンスタンツヤ。バーツラフ1世、聖アネシュカノアネ。プラハに生まれ、1216年に12歳でシロンスク、の四次公子ヘンリク2世と結婚し、10人の子供を、 授かった。夫の父親であるヘンリク一世はポーランド君主の地位を帯びており、ヘンリク二世は1238年世襲のシロンスク公の地位と共にこれを継承した。モンゴルのポーランド侵攻が始まるとアンナは王家の他の女性たちと共にクロス戦の要塞に避難した。1241年4月9日、ヘンリク二世は レグニツァの戦いで戦死した。夫の遺体は痛めつけられて、他の者の,の死体と見分けがつかなかったため、アンナは、夫の左足の指が六本あるという特徴を述べて、夫を探させた。アンナは、ブローツワフにある、フランシスコ会の修道院の夫の棺の隣に埋葬された。この修道院は、ヘンリク二世が建造を始めたもので、1242年に、 アンナが完成させていた。長い家父生活の間、アンナは感触持ちの長男ボレスワフ2世の暴力に怯える毎日を送っていたという。ヘンリク2世との間に10人の子女を設けた。ゲルトルダ1232年、マゾフシェコーボレスワフ1世と結婚、コンスタンツヤ1239年、クヤビコカジミエシュ1世と結婚ボレスワフ2世、ミエシコヘンリク3世。 コンラト一世エルジュビエタ。1244年、ビエル・コポルスカ・コープ・シェミス一世と結婚アグニエシュカ、トシェブニツァのセイクララ修道院院長ブアディスワフ1256年に、ボヘミア大法官、1265年に、パッサウ司教、1265年より1270年まで、ザルツブルク大司教やドビガトシェブニツァの、イクララ修道院院長。 ありがとうございます。